沢田茂恵3月29日から1980年12月1日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。高知県高知軍がモブ村出身。農業、沢田栄之助の三男として生まれる。兄弟4人のうち、長男を除く3兄弟が陸軍将校となった。高知県立海南中学校、広島陸軍地方養年学校を経て、 1905年11月15日、陸軍士官学校を卒業。翌年6月26日、砲兵将尉に任官し、野戦砲兵第16連隊付となる。野戦砲兵第22連隊付などを経て、1910年11月26日、陸軍方向学校高等科を卒業。1914年11月27日、 陸軍大学校を卒業した。翌年8月10日から参謀本部第四部内国選手間に勤務、以来2年半、日露選手と戦術の研究に没頭した。1918年1月、シベリア出兵準備のために参謀本部第四課ロシア班に引き抜かれた。出兵後も参謀本部員ウラジオ派遣軍司令部付ウラジオ機関付 ウラジオ派遣軍参謀などを務めた。早期撤兵、水道の途中、映画タパラチフスを得て1921年2月に帰還した。沢田は陸軍主管学校までフランス語、陸軍大学校ではロシア語を学んだが、シベリア出兵の経験から、以後はソ連通りとした、しばしば大祖関係業務に携わることとなった。1922年2月8日、 砲兵少佐に昇進。同年11月6日、ギリシア公使館付部官となった。野砲兵、第22連隊付、同連隊大隊長などを経て、1925年12月から翌年11月まで陸大専攻科学生として学んだ。1926年8月6日、任砲兵中佐。同年12月10日に、陸大兵学教官。 1928年11月22日、ハルビン特務機関長などを歴任し、1930年8月1日、砲兵大佐に進級。野戦砲兵、第24連隊長、陸大教官、この上師団参謀長などを経て、1935年3月15日、陸軍少将に進んだ、のぶせい5位。野戦重砲兵第1旅団長。 ポーランド公使官付部官を経て、1938年3月1日、陸軍中将に昇進し、参謀本部付となる。同年7月15日、第4師団長に、親保され満州チャムズに駐屯。1939年10月2日、参謀次長に就任。野門藩事件及び仏印心中の後始末と、責任処置を尽力。 1940年11月15日、参謀本部付け、自長職を塚田治中将に譲るる。同年12月2日、第13軍司令官となり太平洋戦争を迎え、中国戦線で活動。1942年10月8日、参謀本部付けとなり、翌月16日予備役に編入された。1943年4月1日、参謀本部職となり、 同年12月に招集され、参謀本部付となり、引き続き軍事研究会の担当となる。敗戦後、1945年10月に、招集解除となった。同月25日、第13軍司令官時代に起こった、ドゥリットル空襲のアメリカ軍飛行隊員捕虜、処刑問題に連座し、戦般容疑で逮捕された。1946年4月、 上海のアメリカ軍事法廷で重労働5年の判決を受け、巣鴨で服役1950年1月に釈放された。大佐時代から緑内障を患い、片目を摘出。もう片方の目も第13軍司令官時代の末期頃から次第に視力を失い、晩年には完全に失明した。しかし、可能な限り読書に励み、テープを聞き、常に 国内外の政治、軍事情勢の把握に努めた。また、70歳で展示を習得し、NHK 番組に出演する程度に達した。1980年12月1日死去、去年93。ありがとうございます。